あ、どうも、あ、どうも、東京ガバパレンス、いやーだーってことで、あらっす。ということでですね、今こちらをやっていますね。ノンジャラアニメ雑貨、詰め合わせ、約100個入り、これをですね、1200円ですね、それを8個買いまして、前編でですね、300個ですね、3袋。ね、あと5袋ですね。5袋さん。5袋かということで、ね、5個あります。ちょっと重たいんでね、500個ですもんね。だまた、ちょっとね、携帯の容量的なもんで、開けられるだけいきたいと思います。じゃあ、これ、いきたいと思いますね。一つということでね、一つ目。まあ、本当は、ね、4つ目ですけどね。はい。行きましょうか。これがね、約100個入ってるってことでね。さあ。さっきね、全部、やっと片付けたところなんですよ。で、また、このテーブルの上がどんどんまた、ね、荷物だらけになるっていうね、感じで。行きましょうか。はい。さあ、この辺から行きますか。これなんだろうな。ラブライブ。今回ラブライブかな。タオル。これなんだろう、これ。うらら迷宮帳。何ですかね、これね。これね、シール。IC カードステッカー。そしてこれラブライブ。これノートですかね。ポスターですか？ね、ノートっぽいな、これな。ポスターかな？はい。進撃の巨人のこれ、いつものね、ジャンボカードですかね。じゃあ、リヴァイ兵長ということでね。これなんだ、これ。ルパンレンジャー対パトレンジャーの、なんか、マックのやつかな。開いてますね、これね。開けてみますか。セロハンテープで止まってますね。はい。はい、こんな感じ。何ですか、これ。よくわかんないけど。走るのかな？あ、走るみたいね、これね。ここでね。ゆーみたいなね。はい。すごいな。はい。で、これが、何でしょうか、これ。ジュースのおまけかな？ヘリコプター。ね、こう、缶コーヒー2本買うとついてくるみたいなやつかな。はい。この、鬼滅の刃の、ブレスレット。善一さんのやつ。これ、あ、これ、呪術回戦ですね。マキさん。お、なんだこれ。ファイル。ラブライブのファイル。何でしょうかね、これね。ね、CD のファイルかな、これね。何でしょうね。はい。メタテコナン。あ、これカバーついてる。これメタテコナン。はい。ね。鬼滅の刃ですね。はい。これラブライブ。なんだこれ。シールかな。シールですかね、これね。はい。おー、黒子のバスケのこの、覗き見カバーですね、携帯のね。斜めから見えなくなるっていうね。おー、なんだこれ。モグロクゾだ、ドーンみたいなね、笑うセールスマンですね。はい。で、うらら迷宮帳。あれ？この絵柄違い。お、でかいの出てきた。お、出た。ドラゴンボール。いつもね、タオルかこのタンブラーなんですよね。毎回ね。出てくるとしたら大体そう。うらら迷宮帳。で、また絵柄違いのシール。ラブライブサンシャイントレーディングストラップ。これ結構大きめなやつですよね、これね。これですね。はい。はい、ドン。これですね。ストラップ。大きめですね。はい。これなんだ。鬼滅の刃の指輪。なんでしょう、指輪。あがつま善逸。1600円するよ、しかも。これ開いてないよ、これ。使ってないんじゃない？善逸さんの指輪。ね。はい。あ、破けてる。あ、やばい。袋が破けてる。やばい。漏れる。これなんだ。ラブライブの、回路ですかね。使い捨て回路。使った方がじゃあ、ラブライブとポチャコかな、これね。ポチャコでしたっけ？コラボです。これもラブライブかな？あ、違う？じゃあ、ラブライブで合ってます。はい。これもね、ラブライブ。これなんだ？あ、ソニック。あ、これ、ゲーセンのコラボかな？ソニックとセガのコラボ。これもお祭りカフェだって。ね、ラブライブ。コースター。今回ラブライブですかね？お、写真。あ、実写の方の写真。はい。これなんだ？これは、メカクシティアクターズのストラップ。ストラップ？キーホルダー？鬼滅刃の、ね、やつですかね。さあ、出た。お、これは誰だ？忍さんですか？ね。ローソンのコラボかな？はい、ちょっとこれ、ちょっと後で。はい、はい、はい。これ、あ、これはあれだ。呪術廻戦、トゲですね。はい。
これあれだ、五等分の花嫁タオル、うらら迷宮帳、これあれなんだね、30円でしたね、でこれが、開けてないね、アイルー村モンハンのやつですね、のストラップ、これなんだ、わかりません、ラブライブかなこれ、おお、落ちた、これもラブライブのやつかなね、はい、これかぶってるな、またモンハンのあのキャラクター、アイルーですか、アイルーですか、落ちた、これですかね、 KI、 これなんだろう、 KI ってなんだろう、わかんないですね。さあ、これ、あ、メタってコナン、ちょっと待って、これジュース回線、ラブライブですね、はい、これなんだ、ウルトラマンのガチャのフィギュアかな、何これ、透明ですけど、うん、これなんか部品足りないのかな、なんなんでしょうこれ、部品足んないのかな、なんかあれ、これなんか台座っぽいけど、なんかこれあれかな、プラスパーツなんですかね、なんかちょっとわかんないですね。でこれちょっと今置きました、ジュース回線のバッチかな、よいしょ、あ、これですね、寝てるやつ、ジュース回線、ね、はい、うわ、細いな、これ。こっから細いっすね。はい。おっ。ワンピース。これ、ジュースについてた。フィギュア、ルフィフィギュア。ラブライブ。怪盗キット。ね。メータとコナン。あ、なんでしたっけ。エルヴィン団長。進撃の巨人ですね。あ、おー、セクシー。な、やべえ。なんとこうセクシーな。なんだこれ。初めて見るぞ。アニメ出てないだろうな。まあいいか。よし、これがラブライブのコースター。これ、メータテコナー、灰原さん。これなんだこれ。これもあれだね。多分、あれじゃない。ね。進撃の巨人のやつだよね。はい、これ、うろこだきさん。これ、鬼滅の刃とラスカルのコラボのやつ。あ、かわいい。なんか善逸多くね、今回。善逸さんが多いですね。さあ、あ、ねずこさんですね、鬼滅の刃。お、チョッペー戦ですね。チョッパーさんとなんかこれあれ、なんかだいぶ前に出たな、これね。昔のやつですね。はい。ワンピース。これはモンハンの中、買ったらついてくるやつじゃない？これはなんかご当地系のアイルのやつですよね、モンハンのは。で、これは、鬼滅、じゃあ、呪術回戦ですね。で、ラブライブ。これもラブライブですね。で、これもラブライブですね。はい。ちっちゃい。今回ちっちゃくなっちゃったな、だいぶ。アイルさんですね。はい。あ、これは、あれだ。鬼滅、呪術回戦。ね。うずいさんだ、鬼滅。これ、モンハンのモンスターかな。気持ち悪いやけど。はい、これ鬼滅ですね。はい。これもモンハンのですね。はい。これもだね。はい。で、これが呪術回戦。で、これが、ポケモンですね。かわいい。寝てるね。ポケモンの。はい。あともうちょっとで終わりですよね。よし。じゃあ袋これ全部一回出しちゃいましょうね。はい、終わりです。破けちゃったから。これあれですね。銀玉。これ鬼滅の刃。これもやっぱラブライブのやつで。あれ、ラブってね、メタでコナン。あ、これパンダですね。ジュース回線。これ、あ、ワンピースですね。なんかね。ユニバーサルで買ったやつだ。はい。ね、チョッパー。同じパンダ、同じの。ラブライブ。で、これもラブライブですかね。はい、ラブライブ。で、呪術回線。うん。ね、アイル。モンハンのやつ。あ、これも寝てる。ね。で、これなんだ。あ、これもラブライブバッチ。で、最後は呪術回戦のやつ。はい。アクリルチャームって言ってるかな。はい。はい、これ。はい、マキさん。じゃあ、野原さんか。ね。ということで、100個。これで100個。ね、もう1個いきましょうか。これいきましょうか。ダー !200 に行くぜ！で、100個超えたんでね。時間的にも、まあ、こんなもんでね、行きましょうか。ちょっとね、数が多いんでね、前編後編ぐらいで行きたいんですけど、これ行けねえだろうな。ちょっと待って、これ。
もうビリって破ってやりましたよ、もう。破っちゃいましたよ、ほら。ってなって、うわー、これちょっとチラって見えちゃった、今、細けーの入ってます。あ、これちょっと待って、クリアファイル折れちゃってるよ、これ。こんな、ギュッて入れちゃうから、ほら、折れてる、ラブライブ。うわー、折れ目入っちゃってるよ。これなんだこれ。でかいのがなんかぶら下がってきたぞ。これなんだろう。サンリオキャラクターズ。プチ、あ、アイドルマスターだ、これ。ね。アイドルマスターのなんか、でかコースターかな。重た。それがくっついてきたのが進撃の巨人ですね、これね。またこのジャンボカードです。ね。はい。あ、エルヴィン団長。ね。エルヴィン団長違う。リヴァイ兵長だ。獣フレンズ。4つ。これね。高いんじゃないこれ。ね。4つもついてる。ね。アクリルのやつ。はい。値段がわかんなかった。ここは、これラブライブの、なんか出てきたけど。なんかカードケースかな。ね。カードケースですかこれ。ね。かわいい。ね。はい。なんかこれが飛び出てきた。チケットのやつね。はい。で、これな、ワンピースのタオルですかね。はい。ニコロビン。ニコロビンのやつですね。これがなんだろう。あ、これもあれだ。ね。鬼滅の刃ですね。はい。あ、出てきた、これ。ね。ドラゴンボール。またコップ。コップ出てきた、また。これラブライブ。あ、今回ラブライブですね。これは、星の裏学園みたいな。あ、ラブライブですね、これね。はい。これもラブライブ。あ、ラブライブ多いですね、今回ね。はい、これもラブライブ。はい。これが東京グール。そして、あ、ね、ジュース回線。五条先生。あ、ジュース回線。で、ちょっとこれ開けてみましょうか。開いてるから。ね。この人、前開けた時と一緒だ。前編で出てきたやつと同じやつ。同じやつ。っていうね。はい。ってこと、お、何これ。お、いいね。マリサンダー。はい。エヴァンゲリオン。フィギュア。ね。で、これ、鬼滅の刃。やばい。鬼滅の刃。ねえ。いろいろ入ってるね、今回。何ですかね、これ。もやしもんって書いてある。もやしもんですか？もやしもん。もやしもん？ね、ジュース回線。ね、東堂さんだ。はい、ラブライブ。なんか買ったらもらえるやつかな？はい。ラブライブですね。はい、バッチリ。今回すごいね。で、ジュース回線。あ、違う、鬼滅の刃か。ね、これ、銀玉。50円ついてるな。ね。メーターってこんなのバッチ。はい。で、これなんだ、カード。カードですね。あれこれ。なんか、あれかな。初音ミクさんと、ね。ボカロ系のやつかな。で、ワンピースですね、カード。はい。あ、ワンピースもう一個あったわ。はい。鬼滅の刃。多いね。これなんだろう。これ何これ。これなんだろう。TNK。あ、リゼロかな。リゼロっすかね、これね。はい。でね、お、ね、煉獄さん。そしてシール。シールも入ってますね。これも100個の入ってるのかな、鬼滅ですね。おー、呪術廻戦オリジナル缶バッジ。いいね、これ。これなかったでしょ。これ、手に入んなかったよ、これ多分。その当時は。で、呪術廻戦と、極楽湯の、ミニキャラランダムみたいなね、コラボのやつですね、これね。700円しますよ、これ。ねえ、集めたんだろうなあ。ああ、そっか。やべえ、売る。っていう感じになったのかな。残念。お、これ。ああ、こうね、こう飛び出ちゃったよ、これ、こうやって。ねえ、ああ。やっぱね、呪術廻戦のパンダ。そして、ね、やっぱりね、鬼滅の刃の姫島さんはね、レギュラーですから。どうしてもね。はい、売るーってなったのかな。はい、これラブライブですかね。はい、かわいい。これね、極楽さんじゃないなんだっけ煉獄さん。はい。で、これかわいい。これ、あ、ラブライブ。これも一緒だ。はい。ラブライブですね。はい。なんかくっついてる。ね。ラブライブのやつ。そして、あ、これもそうでしたね。くっついてた。ね。これなんだろう。あ、フェイト。これくじのやつですね。一番くじ。これ、あ、これモンハンのやつね。キャラクターのやつ。これもそうですね。はい。これシール、細長シールですね。鬼滅。なんだこれ目玉の親父。目玉の親父のなんか、ストラップ。木で作ったやつ。木片の。これラブライブのコースター。ラブライブのバッチ。
ゲゲの鬼太郎小泣きジジイの小泣きのバッチジジイのバッチですね、で呪術回戦ね、ラブライブ、今回ラブライブ多いな、はい、あでね、鬼滅刃ね、なんか人気者がいっぱい入っててありがたいですね、これラブライブね、なんかコインが入ってるね、あシール、鬼滅のシール来た、これ全部シールか、シールですね、はい、シール3枚、これアイル村モンハンのやつかな、はい、あこれ違う、アイル村、そうですね、アイル村のやつ、はい、でこれだ、また東京グール、ね、はい、この人ね、はい、ちょっとごめんなさいね、俺見てないんで知らないんですけどね、ちょっとどなたか存じ上げないですけども、よいしょ、あーなんか落ちたかな、ラブライブのバッチをね、トゲさんですね、呪術回戦、これ何、ちょっとごめんなさい、何これ分かんない、ちょっとごめんなさい、これラブライブかな、ラブライブを、これ炭治郎さん寝てますね、フィギュアガチャガチャのやつかな、ラブライブ、はい、あこれも呪術回戦、あ違う、鬼滅の刃ですね、ラブライブ。ラブライブ多いっすね、今回ね。はい、呪術廻戦と、ドラゴンボール。なんか怒ったんですけどね、今ね。あ、これだ。うわぁ、いつものだ。これが落ちました。なんだっけ、これ。メタでコナンのピンバッチ。うわぁ、細けぇ。今回細けっすよ。また、鬼滅刃でしょ？ね。これラブライブでしょ？これ何？あ、これも鬼滅の刃か。ね。多いっすね。ラブライブサンシャイン。ラブライブ？ね。サンシャインかどうかちょっとよくわかんないけど。ラブライブサンシャイン。はい。これ何？これカプコン？これ、火の鳥だ。手塚プロダクションとコラボしてるやつかな。ただ何かわかりません。ごめんなさいね。で、鬼滅の刃。ね。はい。またシール。鬼滅シール。ラブライブ。ね。これもラブライブかな、はい、くら寿司、お、くら寿司コラボ、ヒロアカ、ね、で、あ、煉獄さんのシール、キラキラじゃん、しかも、ね、で、これ、モンハンの、ね、ストラップ、はい、さあ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 、あ、でもうちょっとで終わりだな、ちょっとね、今回、細けんすよ、マジか、これ、ニコちゃんだから、これ、あれ、ラブライブですね、はい、人気なんですよね、で、あ、鬼滅、ね。で、これ、鬼滅の刃、シール。シールだよ、細けえよ、もう、鬼滅シールだよ、これ。すげえ細けえじゃん。はい。ね、そして、カードも入ってるよ、カード、鬼滅のカード。で、細長シールもね、はい。そして、カードもあるよ、このチェンジングのカード。ね、はい。お菓子についてですかね。で、ラブライブでしょ。で、これですよ、善逸と、スーパーゼウスのやつ。ね、はい。これビックリマンでしょ、ね、買えなかったやつ今普通に売ってるけどね、さあそうするとこれで終わりですね、100って書いてあるわ、気がつかなかった、100って書いてますね、はい、数えて入れたのかな、はい、ラブライブのバッチ、これも1に入ってるんだろうな、この明らかにね、いやこれもね、バッチちっちゃいバッチ、これもやしもんのやつ、これも1に入ってるのかな、100個のうちの、これモンハンのやつね、プギーっていうんですか、これ豚のやつ、ね、もやしもね、はい、これさっきのスタンド、なんか台無しだったのかな、ね、スタンドはなかった、もやしもバッチ、あーこれも細かく1位に入ってんのかな、で呪術廻戦で、これ何、これラブライブ、そしてこれが最後、鬼滅の刃京都のお仕事にって書いてあるね、何って何ですかこれ、ストローチャームって書いてあるな、これ初めて見る、これですね、ここにストロー刺すのかな、これね、はい、何ですかこれ、伊之助さんでした、ストローに刺すっていうね、初めて見たなこれ、ね、今日のお仕事編って書いてあるわ、あガチャガチャ、何ですかこれ、おまけですかなんかの、はい、ということでじゃあまたね、行きましょうか、これもう一袋、200終わったんで300、ちょっと動画時間大丈夫ですか、あ、いけますねまだね、はい、さあ行きましょうか。
さあさあさあ、袋が出せないこれ。はい、はい、来ました。ドアーね、細けえぞ。また細かそうですね。はい、来ました。あれ、これ、前も入ってましたよね、この人のやつね。セブンティーン。アルバム、なんか、これ、なんかね、書いてありますね、なんかね。はい、あー、もう残念、折れてる、ちょっと。はい、ツイステの色紙。トゥンゴストリードックス、キーホルダー開けてないやつ。はい。お、ぬいぐるみ来た。あ、これはあれだ。この人あれだ。この顔、ね。これは、約束のネバーランド。そう、名前どう忘れてたからね。はい。おう、これはなんだ？炭治郎さんね。鬼滅。そして、お、すみっこ暮らし、お財布。このなんだ、ツイステのアクリルスタンドかな？はい。これ何？これなんだ？あ、これはあれかな？テニプリかな？はい。ちょ、私服になっちゃうとわかんなくなっちゃうんですよね。鬼滅のやつ、うろこ抱きさんのやつ。ね。なんかホテル、ルームキーにつけるやつみたい。長いやつね。はい、ということでね。はい。さあ、ああ、来ました。これなんだろう。ああ、ポケモン、株式会社ポケモン、クリップ。クリップが中に入ってますね。はい。で、これ、アイドルマスター、サイド M かな？はい。ね、これ、こう、ね、コースター。これ、歌プリですかね。写真。ブロマイド。これ、アイドルマスター、サイド M。そして、フェイト、グランドオーダー。はい、サイド M のコースター。怪獣。お、なんだこれ。あ、ガマ口だ。もう、うちの子とかには、これ、ね、もう、全部持って帰ったら大変なことになっちゃうからね。全部欲しいって言い出したから。稲妻イレブンのバチ。鬼滅の刃ですね。寝てる。ね。これなんでしょうかね、これ。ブシロードですね。アルゴナビス、ダブルサイド。A サイドって書いてますね。はい。ね。ファスケースかな、これね。はい。メータンテコーナー。全部バッチ、カバーがついてるんです。ね。アイドリッシュセブンストラップ。ね。はい。なんだろうこれ、ボインヨンで曲がってんの。忍たま乱太郎ですね。応援フラッグって書いて、1年生。曲がってるけど大丈夫これ。ね。はい。曲がってるもんなのかなこれ。わかんないけど。はい、行きましょうか。はい。これなんだ。お。あ、爆豪さんです。ああ、この辺のバッチも駿河屋さん。お店行ったら高いのにね、こんなでかいの。で、これセイバーですね。セイバー？セイバーって言ったっけこれ。ね。フェイト。ね。フェイトですよ。はい。で、これがアイドルマスター。サイド M カード。パシャこれ。あ、これアクリルスタンドですね。これはあれだ。ラップのやつ。ね、ヒプノシスマイク。メタでコナンの絵みたいなやつ。これ飾れるやつですね。はい。絵画風。あー、どんどん落ちていく。また床に落ちていくよ。もう。ヒプノシスマイク。はい。これは、鬼滅の刃、うろこ抱きさん。これは売るわな、なんかね。うろこ抱きさんじゃなかったんだ、多分欲しいの。はい、メタってこの赤いさんですかこれはね。ちょっと待ってください。落っこっちゃうな、どんどん。どんどん落ちてくる！やめて！東京グール。うわ、怖っ。メタってコナン、コースター。ね、鬼滅の刃じゃない、あ、これ、進撃の巨人。ね、ジュース買うともらえるやつかな。ヘタリアですかね、バックのやつ。で、これ、フェイト。グランドオーダー、アクリルキーホルダー、くじのやつ。はい。なんだこれ、分厚。なんかポロポロ落ちていくよ。紀ノ国屋書店、ポストカードかなこれね。進撃の巨人。開いてますね、これ。開いてますよっつってね。鬼滅の刃でございます。あ、ひっくり返ってるわ。ほら、この人。ね。はい。これなんだろうな、これ。これなんだろうな。KH って書いてあるな。ごめんなさい、わからん。KH だとなんだったっけ。はい。これ、ツイステのアクリルスタンドかな。でか。ね。はい。これは鬼滅の刃でしょ。これは、キングレコード。あ、ヒプノシスマイクだな。今回もちょっとヒプノシスマイクを鬼滅の刃。これさっき同じやつだな。これは名探偵コナン。薬のやつだな。缶。チョコクランチって書いてあるわ。なんも入ってねえ。缶だけかい。ということでね。はい、あー、ちょっとやめて。こっち来ないで。うわー、うわー、落っこってきたー。やめてー。またこれね、片付けの時間かかるんですよ、これ。また落っこっちゃったりすると。あ、配給のカード。なんかね、昔のファミコンのゲームみたいな。ドット絵のやつ。これわかんないわ。今度これ。あ、ドリス？ナムヤンって書いて、ドリスって言うんですかこれ。なんて言うんですかわかんないや。はい。
で、これポケモンのフィギュアですかね。なんか木の上にいますね。はい。これ、あ、鱗滝さん、またかい。鱗滝さんだよ。はい、これはね、鬼滅のさっきのやつだ。これだ、誰が入ってたかな、今度ね。はい。あ、この人だ。ね、怖い人。はい。名前忘れちゃった。はい。玄野さんだっけ？ちょっと忘れちゃった。はい。これね、はい。ちょっと落っこっちゃうから大丈夫かな。はい。これなんだろう、これ。あ、これアイドルマスター最大部かな。はい。これ、名探偵コナンのなんか缶ですね。はい。中身は何も入ってないです。これなんだろうね。これは、これもアイドルマスターサイド M ですかね。ひよこになってるやつ。イルカ着ぐるみキーホルダー、三代目 J ソウルブラダーズ。ブラダーズですね。開いてないんだろ。開いてる。お、破っちゃいましょうか。はい。こういうの。ね、こういうの。これシール？違うか。ね。三代目さんだそうですね。ちょっとね、俺あんまり聞いてないんで知らないんで分かんないですよね、誰か。はい、ということで、はい。はい、行きましょう。お、鬼滅の刃ですね。鬼滅の刃。お、ポケモンのやつ。パーカマンのやつ。はい。お、これ、ね、ヒーローアカデミア、リーダーさん。お、そして、あ、これも、慎太郎。あれ？配給じゃなかったのこれ。目隠し団のやつだ。ごめんなさい。さっきの違ったかもしれない。配給じゃなかった。これ、あの、メタルコーナーね。はい。IM、あ、これあれだ。ひっくり返ってるけど、これあれだ。テイルズじゃない？はい。これは、弱虫ペダのマスキングテープ。おー、コードギアス。コードギアスですね。はい。出た！はい、コードギアスのバッチ。おー、はい。ね。これ、鬼滅やね。これフェイトのコースター。これが何？あ、アイドルマスターサイド M バッチ。ぬいぐるみバッチ。いや、細かいな。細かいですね、これね。マジか。これカードとかも1に含まれてんのかな、100個ってね。ね、カードですね、これね。開いてる。これ、あ、こういうの開けちゃうともうね、回転データほぼ出なくなっちゃう。はい、これはね、目隠し弾ですかね。はい。あ、これとかも高値ついた気がするな、こういうバッチ。ね。ヒロアカですね。はい、これツイステですかね。はい。これ目隠し弾だな。ちょっと待って、絡まってんな。ちょっと待ってください、これ。どうやって取ろう。あ、これ、あれだ。名探偵コナン。ちょっと、もう絡まってないのか、順々取っていくしかないのかな。これ何これ、あ、全部くっついてんな、これ。絡ましてあんのかな、わざと。これはほら、目隠し弾とかのやつかな。全部。ね。あ、ラブライブが一個いるな。絡まってますかね、これね。全部じゃないかもしれないな。はい。そして、これなんだ、チビキャラ。あ、歌プリだ。ね。歌プリのチビキャラ。ね、はい、こちら。はい、こちら。ということでね。はい。さあ、行きましょうか。どれ行こうか？はい。はい、これ。はい。ネタってコーナー。これ何？あ、これラ、う、ちょ、フェイトか。ね、フェイトですかね。はい。あ、なんでこれ、名探偵コーナーのバッジが裏についてた。くら寿司のやつ。持ってるこれ。これ、フェイトですね。グランドオーダー。これ、フィギュアっすね。寝て、あの、3人のあの、ほら、入院してた時のやつじゃない？フィギュアっすね。はい。さあ、これなんだ。あ、遊戯王。アニメに出てくるキャラクターかな？すごいね、これ。名探偵コーナー。ちょっと待って。こっち先だな。あ、ポケモンのあのキャラクターとポケモンのバッジ。これがね、ミュウ、フィギュア。ね。これ何これ。あ、これわかんないな。これなんだろうこれ。ちょっとわかんないですね。はい。これ何これ。ちょっとわかんないキャラクターが入ってますね。ちょっと開けてもちょっとわかんないんで、これいいや。はい、で、これ、名探偵コナンのバッジ、時計？時計ですね。はい。懐中時計。動いてないけど。電池切れてるかな。はい。これ目隠し弾のね、カード。ね。はい。で、これで最後かな。はい。100。まあ、これで300個目です。あ、落ちた！名探偵コナンの、あ、そう、名探偵コナンのちっちゃいバッジが落ちました。これと同じやつ。ね。はい。これも、くら寿司のやつだな。マグネット。
ネタでコナン。ね、はい。あ、これわかんないやつだ。ね、これま、なんか前も出てきたな。犯人、真っ黒の犯人。アイドリッシュ7。ね。あ、これが最後ですね。あ、これはあれだ。フェイトグランドオーダーですかね。フィギュアーということです。これで300。ね。っていうことで、とりあえずこれは中編になるかな。はい、中編、おしまいでーす。あと、200。この後やります。ありがとうございました。どうも、どうも、とーどっとどうもまた見てねということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。